国防省はカナダ連邦政府内でカナダの国益や価値観の国内外での防衛を司る省庁である。国防省はカナダ連邦政府内では予算、人数、建築物の数でも最大規模の省である。国防省は国防大臣に仕える文民の交換である国防次官がトップである。現在の国防大臣はハルジット・サージャンである。国防省は 国防大臣による国防体制を支持、運営するため、カナダ軍を支える文民組織である。しかし、国防法の下では、カナダ軍は国防省から完全に分離した組織であり、独立して運営されているとされている。オタワのカナダ国防本部国防省は、下記の大臣、組織を管轄している。カナダ軍と国防省は、二つの別個の組織であるが、一括し、 国防チームとして緊密な連携のもと運営されている。国防大臣は内閣の一員として国防チームを主導している。国防省のトップは国防次官である。国防次官は首相の助言に基づき女王の代理である総督によって任命される。カナダ軍は別組織として国防参謀総長がトップを務めており、カナダ陸軍、カナダ海軍、 カナダ空軍その他の作戦軍を統率している。国防次官と国防参謀総長の両方の参加となっている組織も存在する。女王とその代理である総督は、数密院の助言に基づき国防大臣、国防次官、国防参謀総長を任命する。カナダ軍部の指示命令系統としては防衛チームの一員ではないが女王がカナダ軍最高司令官として、 カナダ軍すべてに大使命令を下すことができる。国防大臣は、カナダの国防体制全体を運営するため、カナダ軍、通信法案機構、カナダ国防研究開発センターと国防省などを、含めた組織を統括している。国防省自身はそれらの組織を統括していないが、大臣を補佐し、国防体制を円滑に運営する業務に当たる。カナダファーストディフェンスストラテジーロールズ。 デパートメント・オブ・ナショナル・ディフェンス。2012年5月17日,時点,月日, Home, Defense, 月日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年3月8日閲覧。DND ・ジョブズ・ホーム。デパートメント・オブ・ナショナル・ディフェンス。2012年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年3月8日閲覧。Organizations by number of buildings. トレジャリーボードオブカナダセクリテリットガバメントオブカナダ2015年9月8日閲覧シビリアンキャリアンドジョブズ FAQ ハーマジェスティーザ・クイーン・ライトオブカナダ2013年10月27日閲覧サビリアンズ・サポーティング・ザ・アーミーデパートメント・オブ・ナショナル・ディフェンス2013年5月16日時点のオリジナルよりアーカイブ 2012年3月8日閲覧ディフェンスホームフリークエントリーアスクドクエスチョンズハーマジェスティーザクイーンインライトオブカナダ2013年10月27日閲覧アバウトザカナディアンアームドフォーセスハーマジェスティーザクイーンインライトオブカナダ2015年4月3日閲覧アバウトザデパートメントオブナショナルディフェンスアンドザカナディアンアームドフォーセス ナショナルディフェンスアクト。ハーマジェスティーザ・クイーン・イン・ライト・オブ・カナダ。2015年4月3日、閲覧。ザ・デピュティ u t y Minister of National Defense。Department of n a 2012年3月1日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2012年3月8日閲覧。ナショナルディフェンスアクト。ハーマジェスティ・ザ・クイー e イン・ライト・オブ・カナダ。ピアニッシモ、RS、CN-4。 S72012 年9月2日閲覧。ロール・オブ・ザ・チーフ・オブ・ディフェンス・スタッフ。ハー・マジェスティ・ザ・クイーン・ライト・オブ・カナダ2015年4月3日閲覧。ありがとうございます。